業もねかまとまってないのにやばい。魂だけ劇場に待ってます。ネイビー、そうやっぱね、生で見ると黒じゃなくて結構ネイビーな感じで、よかったらウェブでも皆さんゲットしてください。鍵穴よ、みんなだって生誕とか卒業とかの人が毎回鍵穴なんで、鍵穴です。そんな、あ、内緒にしてた方がよかった。みんな誰が鍵穴かなってドキドキしてたかな。そう、結構ネイビーな色なので、ぜひ生誕 T シャツゲットしてください。まだショップにも売ってるんかな、よかったらショップ。でもゲットしてください。お、生誕って受け取れました。友和さん、あら、ありがとうございます。よし、文字を見せて。ジーニアス、ジーニアス、ジーニアス。これは XL を着てます。だからね、もう普通にワンピースで着れちゃう。目がバシバシ。まだメイクも完成してない。これがショールームが終わって5分で着替えてメイクして、スピーチの内容を考えて、あ、だけどなんか急にお腹痛くなってきた。NMB に入って5回目の生誕祭、4回目かな、4回目な気がする。4回目じゃないか、ちょっと待って、5回目か。うろ覚え。去年やって、で去年しか覚えてない。ちょっと待って、2018年に加入して2019ができなくって、2020、2021、2022、2023、4回目、あれ何回目の生誕祭なんだろう。2018年に1月に NMB に入ったような気がする。でもその2018年の年はまだ公演に出てないから劇場がやってない。2019やった。19、20、21、22、23、5回目だ。5回目の生誕祭です。そう、あの初めての年はまだ劇場公演に出てなかったので生誕祭がなかったんですよ。誕生日迎えたけど生誕祭がなかったので、6回目の誕生日で5回目の生誕祭になります。あら、竜巻さん、ありがとうございます。2010、声出し2回目ってこと？待って、2019は声出してたでしょ？20、21は出せてなくて、 22? あれ ?22? 去年って声出せてないから、あ、本当だ、声出し生誕祭なの2回目？本当に？研究生以来の声出しで生誕祭をしてもらうってこと？本当に？そんなめっちゃ楽しみになってきたんやけど、私じゃそんなにちゃんとコール、自分のコールを全身で浴びれる日って、あら、それはめっちゃ嬉しい。ぜひ劇場に入られる方、コールたくさんお待ちしてます。コロナ禍っていつからだっけ？2020年はコロナなんだっけ？もうあやふやになってきましたね。まあでも2回目か3回目かと思うと、合ってるか分かんない。2020年の7月はコロナ禍なんでしょうか、普通だったんでしょうか。声が枯れるくらいしても、ぜひぜひ。なんかね、ちょっと外れた、それは寂しい。でも待ってます、気持ちは受け取ります。オンラインでもね、500円で見れちゃうので。あ、すごい、声出し生誕祭2回目か。あら、もうでもコールしない派の方も全然もうしっかり見ててください。さあ、2020年は無観客の生誕祭だったのかな。なんかこう、あ、20歳の時だ。2020年は違う、19歳だ。純情アンダーナインティーンを一人で歌った記憶がありますね。ああ、で
その次の年が20歳の誕生日。20歳の誕生日の時は何で迎えたんやの生誕祭を。フロンティアかな、8人のグループで21歳。去年は、去年の生誕祭もこのチーム M だ。チーム M で、でも今のチームで生誕祭できるのも最後なので、みんなと一緒にハッピーラッキーでお祝いしてもらおうと思います。22歳か、びっくり。もう22歳になりました。あら、お熱ある方はゆっくりお家で休んで、熱、体調整えてくださいね。えでも当たんなかったっていう方もいらっしゃったりして、なんかそれはね寂しいんですけど、またもういつでも祝ってくださいどういうこと。今日ね生誕祭もまあもちろん年に1回のあれですけど、また次の時によろしくお願いします。そう、なんかドキドキしてる。結構ね、なんか昔こうモバメ、そう、私のファンの方になんか謎のアンケートを取ったんですけど、声、皆さんはこうライブとか行った時に声コールとかする派ですか、しない派ですかっていうのを取ったら、結構なんかする派が少ないというか、なんかコロナ禍にファンになったのでコールが分かんないですとか、あんまりしたことないですっていう方が多くて、なんかそれもね、でも最近好きになってくださったのも嬉しいし、もちろん昔からの方も、まあ、しない方もいたりして、いろ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 だったんですけれども、そうだから、でもまあせっかくなら今日はたくさんコールして、他のメンバーのコールもたくさんしてくれたりしてくださったりしたら嬉しいです。スピーチね、ちょっとまだ締めを考えてなくて、締めを考えてなくて、どうしようかな。なんか全く一回も声に出して練習をしてないから、ちゃんと喋れるかな。なんか急に不安になってきた。やばい、急にめっちゃお腹痛くなってきた。ドキドキ。なんか生誕祭とか結構もうそういうなんやろ、一人で喋るのとかも慣れたし、まあなんか大体でいけるっしょみたいな今テンションやったけど、直前になってスワッスワしてきちゃったぶっつけ本番結構でもね、なんかみんなそんなラフな感じ、大体、まあ、これとこれとこれみたいな話すのを考えといて挑むみたいな人が多いんじゃないでしょうか。どうなんでしょうか。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。私も緊張してきた。どう、みんな緊張する？お手紙、そう、生誕祭といえばね、あの私の家族からの手紙を読んでもらって、そしてメンバー誰かからの手紙も読んでもらってなんですけど、それがねなんかめっちゃ楽しみなんよね。なんか手紙書いてもらうことってなかなかないじゃないですか。だからドキドキワクワクで、去年はねお姉ちゃんからの手紙が去年やったかな。山本美香な、メンバーが山本美香なちゃんからが去年やったんかな。なんか昨日ねちょっと部屋の片付けをしてたら、ずっとうわどこいたんやろって思ってたその家族からの手紙とメンバーからの手紙が出てきて、読み返してたらなんか本当にその年のね、最初の方は研究生で全然何もできなかったようなことをお手紙書いてもらってたりとか、でもそこからだんだんなんかこう自分自身も成長していってたり、手紙の内容も変わっていってたりするのを見て、なんかこういう成長の感じ方もあるんやなと思って感慨深くなってました。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。そう、なんか最初別のとこに置いてってね、
今何分ぐらいか分かりますか？ちなみにお父さんはね、でも結構ね、私の家族が今年手紙誰やと思うみたいなとか、なんかすごい匂わせてきたりとか、そういうの言ってくる家族で、昨日もね話してました。昨日も手紙、今年手紙誰に書いてもらおうかなと思ってるけどみたいな話してたりとか。そっか、18歳19歳20歳21歳、そして22歳。なんかこの高校生から大学生の結構ね、なんか人生の中でいろんなさ、もうほんと思春期、まあ中高生ももちろんやけど、やっぱり人生のなんかを左右するようなね時期に、自分を形作る時期にさ NMB48 でいられて、こうやってたくさんお誕生日おめでとうっていろんなねお祝いを言ってもらえたりするのは本当に幸せ者やなって改めて思います。いやー、皆さん本当にありがとうございます。ちょっと待って、今から黙って生誕祭のスピーチの練習するんで一瞬黙りますね。ちょっと口で読解法でなんかバレちゃうかな、読心法だ。第一段階、第二段階あって、第三段階、あ、そうね、やばい、これもっとちゃんと練習した方がいい、もっとちゃんと練習したい、やばい、
ちょちょやばい、着替えないと。ちょっとめっちゃ最後ひたすら黙ってる配信っていう謎の配信で本当にすみません。ランキング読ませてもらいます。13位ジェイソンさん、若菜の久男さん、シンシグさん、豆柴さん、ゆうちゃん、白玉さん、ビート&ビートさん、マルルさん、チキンナンバさん、まさきさん、ジョセフさん、たつまきさん、ともかずさん、タワーもいただいたりありがとうございます。ちょっとこの最後の無言の時間はどんなことを話すのか、この後18時45分から NMB48 の劇場公演ありまして、 DMM で500円で見れますので、もうこの無言の時間の分はぜひそちらで皆さんご覧ください。それでは公演行ってきます。一緒に楽しみましょう。バイバイ。